どうもしゅんです。こんにちは。今日は企業紹介の動画なんですけども、いつもとはテイストを変えて僕が企業研究をしたものを皆さんに5分ぐらいで分かりやすく伝えるという企画をやってみようと思います。僕は今株式会社ダイアリーという会社を経営していて、いろんな企業のビジネス戦略を勉強するのがすごい好きなんですよね。今回は日東電工さんという企業なんですけども、僕が今株式会社ダイアリーという会社で運営しているビジネス戦略とすごい似てて面白いなと思ったので、それを自分の言葉で皆さんにお伝えできたらなと思ってます。初めての試みなので、いいなと思った方は下のコメント欄に感想の方をお願いします。日東電工は売上高8500億円超え、従業員数は2万8000人超えの B2B の高機能材料メーカーで、主にこの4つの事業を展開しています。テープを主に扱う基板機能材料事業部門、ディスプレイ向けの材料を扱う情報機能材料事業部門、回路基板を主に扱う ICT 事業部門、そして地球環境や暮らし関連を主に扱うヒューマンライフソリューション事業部門です。企業の平均寿命は23年と言われている中で、日東は創業からなんと104年経ってるんですけど、その一番の理由は時代の流れに合わせた変化対応力だと思っています。時代が変わる時って新しい需要が生まれるだけではなくて、これまであった大きな需要が縮小することもあって、例えばスマホの普及と同時にフィルムカメラの需要が急速に縮小したこともあって、多くの企業が倒産しちゃってるんですけど、時代の変化に対応できる力ってめちゃくちゃ大事だし、実際にこれまで時代の流れに合わせてサービスや事業を転換してきた実績があるかどうかって、企業研究する上でもめちゃくちゃ大事なことだと思っています。この観点でいうと、日東はテープ事業一つとっても1950年代から10年ごとに主力製品がどんどん変わっていって、時代に合わせて新しい用途を開拓して、それに合わせて技術力を伸ばして新しい製品を出して新たな需要を作るという三進活動がちゃんとできているので、創業100年以上成長できているのかなと思っています。十分盤石な体制が整った今でもこのチャレンジ精神は健在で、新製品比率については 35% 以上の継続を目指していたり、電子部品通信の領域にもこれまで以上に注力しようとしています。もう一つ、日東がこれだけ長い間成長を続けている理由がニッチトップ戦略です。これは成長していて、かつ自分たちが優位性を発揮できる領域に絞ってシェアナンバーワンを取るという戦略です。事業を大きくしたいなら大きなマーケットで戦う方がいいと思うじゃないですか。実はニッチの王者になるっていうのはめちゃくちゃメリットがあって、それはお客さんがこの領域ならこの会社というふうに第一想起してくれるので、一番の相談相手になれて、市場の新鮮な情報を真っ先に入手できるから、タイムリーな投資が可能になって、資金も潤沢になってというような良いサイクルが回っていくんですよね。僕自身も多くの人に見てもらおうと思ってエンタメ系 YouTuber をやってた時は鳴かず飛ばずだったんですけども、自分が感じた地方と都会の就活の情報格差や著名人への体当たり力を生かして、就活キャリアという領域に絞った瞬間一気に伸びたので、ニッチトップ戦略に振り切ってる企業さんはめちゃくちゃ共感しています。実際このニッチトップ戦略で攻めた結果、日東さんの利益率は約 15% でかなり高くなっています。この三進活動やニッチトップ戦略を可能にしているのは何なのかというと、それやってみように代表されるような変化を楽しむ社風です。僕自身もともとメーカーや大企業さんって保守的であったりとか安定というイメージがあったんですけど、日東は実際に年に1回新規事業創出大会というものを行っています。あとは部署の垣根を越えたイノベーションが生まれやすいように、日頃から部署を超えた交流が行われています。大企業の豊富なリソースとベンチャーマインドが両立していることが個人的にいいところだなと思っています。情報インターフェース、次世代モビリティ、ヒューマンライフ、この3つの注力分野の専門性がある方はもちろん、日東電工の姿勢や成長戦略に共感する方はきっと面白い環境じゃないかなと思うので、この動画を見て日東が気になった、もっと知りたいと思った方は、インターンなどの最新情報を見逃さないように概要欄に貼ってある採用ページをぜひチェックしてみてください。また5問で隠れポテンシャルがわかる日東未来シティもぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。